都議会第4回定例会は今日中小企業支援などの緊急対策を盛り込んだ508億円の補正予算案など計67議案を可決し閉会しました。では都庁記者クラブから伝えてもらいます。はい、お伝えします。補正予算案はアメリカ発の金融危機による景気悪化を受けての緊急対策で、中小企業や生活者の支援が柱となっています。9月の都議会で成立した緊急対策の第2弾となる今回の補正予算案には経営が難しい事業者に対する融資制度の拡大や雇用の創出などが盛り込まれました。緊急対策は来年度末まで実施され、事業規模は2140億円に上ります。採決では無所属議員1人を除く賛成多数で可決成立しました。この時期に通さないバカいないじゃないの、ね、みんな困ってるんだから、大変だと思うよ本当に。これからね、このリセッションね、何が歯止めになって、ね、持ち直していくかね。また妊婦が病院から受け入れを断られ死亡した問題を受けて、各党からは周産期医療に対する質問が相次ぎました。112番、妊婦の出産をめぐる痛ましい事態は医師や医療機関が多い東京都でいくつもの病院が受け入れできなかった点において都民に大きな不安を与えました。この問題に対し石原知事は即効性のある対応が必要として、産科医の処遇改善や NICU 新生児集中治療室の増床などに取り組む考えを示しました。周産期医療の整備に向けては猪瀬直樹副知事を座長とする都のプロジェクトチームが発足していて、病院を視察するなど体制を検証していくということです。以上、都庁からお伝えしました。今回の都議会定例会は与野党を含め経済対策を緊急に行うということが主な目的になったわけですね。今回の都議会ですが、中小企業の融資制度の拡大がね、民主共産両党賛成、まあ、与野党一致で成立した、はい。でまあ、これによって年末年始の資金繰り融資予算的な油捨てがついた、ってこれ大きいと思いますね、はい。もう一つは入院トラブル、中産企業の問題点の改善ですけどもね、これ猪瀬知事のプロジェクトチームが動き始めてますけども、現場の声を聞いて問題点、産科医の確保、待遇の改善、これをきちっと固める、で女性が安心して子供を産める医療環境を作ることが大事だと思いますね、はい。経済対策にしても出産期医療の問題にしても対策が急がれるものばかりですよね。